極秘で消された居酒屋チェーン店があることを知っていますか？前回大好評だった居酒屋企画の第2弾だぜ。前回の動画は20万回再生を超える大ヒットを記録したもんね。これも視聴者の皆さんのおかげね。感謝してもしきれないぜ。この動画では以前の内容に加えて新しい話題もふんだんに入れているから見てくれよな。そうなの？どのような内容が出てくるか気になるわ。そこで今回は極秘で消された昭和から平成の大炎上した居酒屋を10個紹介していくぜ。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。1個目は魚谷だ。魚谷はあらゆる世代から人気の居酒屋よね。そうだな。魚谷は大手外食チェーン店を複数所有している、株式会社モンテローザが運営している居酒屋で、美味しい料理と、美味しい魚と、美味しい地酒をキャッチフレーズに、1993年に第1号店がオープンしたんだ。友達や家族とよく行ってた記憶があるわ。お財布にも優しいから、同僚や恋人、家族と気軽に集まれることも魅力の一つだな。確かメニューも豊富よね。海鮮料理はもちろんのこと、もつ鍋、馬刺し、手羽先など、いろいろなメニューがあるんだぜ。私は特に島ホッケの炙り焼きが好きだったわ。一番人気のメニューだな。油が乗り切った大きなホッケで、周りと取り合いになったのを覚えているぜ。私なんて、友達が頼んだホッケをほとんど食べてやったわ。威張ることじゃねえだろ。でも、安いのに魚も新鮮で美味しいわよね。魚谷は食に関する安全宣言を掲げているからな。安全宣言って？魚谷は、独自のルートで新鮮食材をまとめて購入することで、低価格かつ新鮮さを実現しているんだ。まとめて買えば食材の価格は下がるものね。でも食材の品質は大丈夫なのかしら？魚谷は、農林水産省が開催しているフードアクション日本という、食の安全と自給率向上を目的としたプログラムにも参加していて、食材は全て産地直送のものばかりだから、安心安全だぜ。高品質の食材を、安く食べられるなんて最高ね。しかし、そんな魚谷を運営しているモンテローザも、過去に大量閉店を行った時期があるんだ。うまくいっているように見えたけど、どんな時期に閉店していたの？2016年から2017年にかけて、全国で2119店あった店舗を、翌2017年までに2044店まで減らしているんだ。あんまり減っていないように感じるけど？店舗数が多すぎてあまり感じないが、1年で約100店舗が潰れていることになるな。1年で100店舗、他のチェーン店だったら倒産レベルね。そうなんだ。これはモンテローザという大手チェーンならではの理由もあるんだが、主な理由として、人材不足が挙げられるぜ。やっぱり飲食店の人材不足はいつの時代も起こるものね。今の状況はどうなっているのかしら？2023年時点で店舗数が432店舗となっていて、居酒屋チェーン店ランキングでも3位になっているから、その人気はまだまだ衰えていないぜ。さすがね、私も久しぶりに行こうかしら。2個目は桜水産だ。安く飲むなら、サクスイって言われていたあの桜水産。そうだ。夜飲むのも安かったんだが、ランチタイムの時だけやっているワンコイン定食は、500円で定食が食べられたんだ。確かご飯や味噌汁、卵のおかわりが無料のランチだよね。そうだ。今ではやっていないが、かつてはこのワンコイン定食が大流行した時代もあったんだぜ。今では考えられないわね。そうだな。桜水産は1995年に1号店をオープンし、その後全国160店舗まで展開したが、2024年時点では東京、大阪、愛知、埼玉、千葉のみの展開になっていて、店舗数も17店舗まで縮小されたんだぜ。10分の1になっているじゃない。なんでそんなに減ってしまったの？これは物価の上昇や、人材不足など、いろいろな理由があるのだが、ある海鮮居酒屋の台頭によって店舗が減ったとも言われているぜ。桜水産の他に海鮮居酒屋なんてあったかしら？磯丸水産の台頭だ。ああ、確かに最近よく見るわ。磯丸水産は東京、大阪の駅前一等地という立地戦略を基本とし、2009年に第1号店をオープン、現在では100店舗以上展開しているんだ。今は磯丸水産の方が店舗が多いのね。桜水産との違いって何なのかしら？磯丸水産は24時間営業を強みにしていて、昼夜問わず売上を担保できることと、主要都市の駅前に店を構えることで、客足が途絶えることを防いでいるのが、桜水産との違いだぜ。確かに、24時間営業している居酒屋は少ないし、主要都市の駅前に店があったら、集客に困らなそうだもんね。磯丸水産はこの強みを活かして、2010年頃から桜水産の築いた地位を徐々に奪っていったんだ。居酒屋チェーンも弱肉強食の世界なのね。
しかし、最近の桜水産は、低価格路線から脱却して、食材の品質がさらに上がっているらしいから、近くに店がある人は行ってみてもいいかもな。そうね。昔のような安さはないけど、今の桜水産が好きな人も多いと思うわ。3個目は味の民芸だ。味の民芸は、味の民芸フードサービス株式会社が運営していて、現在でも全国100店舗展開しているうどんチェーンだ。マリサ、今回のテーマは居酒屋よ。間違っていない?いや、味の民芸は立派な居酒屋だ。霊夢の言う通り、ある時期までは、うどんチェーンという印象が強かったんだが、今は夜でも繁盛している、人気居酒屋チェーン店だぜ。いつから変わったの?2014年に相模ホールディングスに買収されてから、経営形態が変わり、大きく売り上げを伸ばしたんだ。相模って、確か蕎麦のチェーン店だったわよね?そうだ。わかりづらいんだが、蕎麦のチェーン店相模が、うどんチェーン店味の民芸を買収したんだ。相模は味の民芸を買収した後、どうやって売り上げを伸ばしたのかしら?これは覆面調査が大きく関係しているんだぜ。覆面調査、何々、スパイをしたってこと?そうだな。味の民芸の店舗に、調査員を普通のお客さんとして潜り込ませ、現状や問題点をまとめたんだ。外部ではなく、内部への覆面調査ね。怖いことをしているわね。この覆面調査によって、味の民芸の課題が浮き彫りになり、その改善を重ねたことで売り上げを伸ばしたんだ。どんなことを改善したの?まずは店舗の人員を増やしたんだぜ。え、売り上げが悪い時は人員を減らすのが鉄則でしょ?違うんだ霊夢。調査の結果、店員が少ない影響で、料理の提供の遅さや、お客様に対応しきれないという課題が見つかったんだ。そうした経緯から、人員を2割から3割増やしたところ、売り上げが人件費を超えたんだ。そんなことが起きるのね。人員を増やしたことで、お客さんの満足度が上がり、その結果リピート客が増えたんだ。確かに、店員さんを呼んでもなかなか来なかったり、料理の提供が遅いと、次も来たいとは思わないわよね。それに加えて、営業時間によって提供するメニューを変更したんだ。どういうことかしら?具体的には、ランチの時間にボリュームの多いメニューを増やし、逆に夜は、一品料理やおつまみを増やしたんだぜ。なかなか子供を連れて行ける居酒屋って少ないから、ファミリーレストランが、こういうメニューを出してくれるのは、助かるわね。そうだな。この二つの施策のおかげで、買収から4年後に、それまで8億円の赤字だったのが3億7千万円の黒字になったんだ。めちゃくちゃ売り上げ伸びているじゃない。お客さん目線で調査をしたことが、大成功した例だぜ。こそこそ、何をしているんだ霊夢?もっと人気になるため、覆面調査をしているわ。霊夢がしたら調査対象がいないだろ。4個目は養老の滝だ。養老の滝は1938年の創業以来、のれん分け、のれん貸しのシステムを採用し、1973年に1000店舗展開という驚異的な数字を打ち立てたんだ。1000店舗はすごいわね。今でこそ FC 展開という言葉は広く知られているが、当時はまだその文化はなく、養老の滝が日本の飲食店 FC の時代を牽引したんだ。飲食業界のパイオニアじゃない。そうだな。他にもこの時代には居酒屋御三家という言葉があり、養老の滝、紫、壺八が時代を牽引したんだ。御三家、かっこいい響きね。養老の滝では、実際にどんなメニューを提供しているのかしら?コンセプトは大衆居酒屋に近く、一品料理から串焼き、焼き物、石焼き、揚げ物など定番メニューが揃っているぜ。どれも美味しそうね。他にも養老牛丼なんてものも販売しているんだぜ。居酒屋なのに牛丼、珍しいわね。今はあまり知られていないが、1980年頃は、吉野家と肩を並べるほど有名だったんだぜ。全くイメージがなかったわ。当時の大人気漫画筋肉マンでも取り扱われるほど、その人気は絶大だったんだ。むしろ牛丼の方が有名だったんじゃ。しかし、そんな養老の滝も、今では店舗数が全国210店舗まで減少しているぜ。なんでそんなに減ってしまったの?郊外型店舗の拡大に力を入れていた養老の滝は、車で来店する客も多かったんだが、2000年代以降の飲酒運転の規制強化が響いて、相次いで閉店した店舗が多かったんだぜ。飲酒運転はそもそも禁止だわ。それに加えて、FC 加盟した人の多くは脱サラ組で、家族経営も多かったから、数十年経った今、後継者不足が顕著に現れ始めたんだ。今は様々な職業があるから、家業を継ぐ人は少ないものね。そうだな。しかし養老の滝は、そんな郊外の環境を逆手に取り、地域密着でここまで生き残ってきたんだぜ。しかも今では、大人気だった養老牛丼がネット注文できるから、気になる方は頼んでみてくれ。ネット注文できるのね、私も一つ頼んでみようかしら。5個目は串カツ田中だ。
この串カツ田中は、大阪府西成から発祥した、大阪伝統の味なんだぜ。私も行ったことがあるわ。2008年に1店舗目をオープンし、創業10年で210店舗まで展開、年商は55億まで成長したんだ。10年で急成長したのね。なんでこんな短期間で店舗を増やせたのかしら？ある二つの作戦で、店舗を増やしたと言われているんだ。何何、気になるわ。一つ目は、子供をターゲットにしたんだ。普通、居酒屋のターゲットと言ったら、サラリーマンとかよね？そうだな。しかし串カツ田中は家族で楽しめるようにと、子供が楽しめるメニューを取り入れたんだ。珍しい試みね、どんなメニューがあるの？例えば9個入りのたこ焼きセット、セルフアイスクリーム、などのサービスが、小学生以下なら無料で楽しめるんだ。子供はもちろん楽しいだろうけど、こういうサービスがあると、子連れも安心していけるわね。家族で行った場合、1グループあたりの単価も高くなるから、お客さん側、店側、両方にメリットがある取り組みだな。お互いウィンウィンね。そして2つ目の作戦が、住宅街の目が止まる場所に店舗を作ることだ。住宅街より都心の方がいい気がするけど、甘いな霊夢。このデータを見てくれ。串カツ田中は、現在店舗の約7割を住宅街に出店していて、これはファミリー層をターゲットにしているため、住宅街の近くの方が、顧客ニーズが高いということだ。確かに、家の近くに手軽に行ける居酒屋があったら、と考えたことがあるわ。この2つの作戦によって、10年で210店舗まで増やしたんだ。そこまで考えられていたのね、串カツ田中すごいわ。そんな好調な串カツ田中だったが、ある作戦が原因で客足が減少してしまうんだ。あら、全部の作戦が成功したわけではないのね。それは店内を禁煙にしたことだ。今では当たり前のような気がするけど？そこだ、霊夢。串カツ田中は、居酒屋の中でいち早く禁煙を行い、当初はその取り組みが評価されて、2018年までは売り上げが伸びたんだ。当初？その後はダメだったの？そうだ。はじめこそ禁煙によって、お客さんを獲得したんだが、串カツ田中の成功を見て、2018年頃から、他のチェーン店も禁煙の店舗を増やしたんだぜ。差別化ができなくなったわけね。それに加えて、同2018年には、横浜市内4店で更衣室の盗撮事件が起きてしまうんだ。覚えているわ、ニュースになっていたわよね。当時話題になっていたな。その後はどうなったの？このようなことが重なり、客足が遠のいていた、串カツ田中だったが、直近の2023年は、冷食事業や、他の飲食企業の買収に成功し、7億3500万円の黒字になっているので、今後さらに伸びる可能性はあるな。辛い時期を乗り越えたのね、今後がさらに楽しみだわ。6個目は金の蔵だ。金の蔵は2009年にオープンし、2011年には98店舗にまで拡大したんだが、現在は1店舗しか残っていないぜ。待ってマリサ、話の展開が早すぎるわ。2011年から今まで何があったの？喋るのに疲れて、ついつい話を省略してしまったぜ。ちゃんとやるのよマリサ。そもそも金の蔵は、2008年に起きたリーマンショックで、ビジネスパーソンが減少してしまい、安い金額での提供を余儀なくされた中で始まった居酒屋チェーンなんだ。みんなリーマンショックで苦しかったもんね。その後も価格の安さで勝負せざるを得ない状況が続いていたのだが、他の企業も同じような価格帯で参入し、居酒屋市場が飽和状態になってしまったため、次々と閉店していったんだ。安さだけでは勝負できない時代がやってきたのね。そうだな。他の居酒屋チェーンは安さ以外にも、独自のメニューや仕組み作りに注力していたからな。厳しい時代ね。残りの1店舗はどこにあるの？池袋サンシャイン店が残っているぜ。最後の1店舗だから、これからも続いてほしいわね。金の蔵を運営している株式会社サンコーマーケティングフーズの社長、長澤成弘さんは、金の蔵の拡大を諦めたわけではなく、ブランドの知名度を生かして、EC 向けの商品開発を進めているそうだぜ。こんな状況でも、新しいアイディアを考えているのね。いつかまた、支持される日が来るかもしれないな。7個目は壺八だ。さっき紹介した居酒屋御三家の一つね。壺八も御三家と呼ばれるだけあって、1980年代から急拡大し、最盛期には全国に400店舗あったんだぜ。さすが御三家、スケールが違うわね。でもどうやってそこまで店舗を増やしたの？壺八は1973年に、石井誠二という人が北海道札幌市で創業した居酒屋なんだ。この最初に創業した店が、八壺しかなかったから、名前が壺八なんだ。店名はお店の特徴から名付けたのね。最初の店舗は、21席のカウンターしかないお店だったけど、お酒の種類の多さと、お客さんの目の前で商品を焼いて出すスタイルが受けて、大繁盛したんだぜ。
目の前で焼いてくれたものって、何倍も美味しそうに見えるわよね。それに加えて、壺八が流行っていた頃は、ちょうどウィルショックの時期で、みんな安い居酒屋を求めたんだ。あのトイレットペーパーの買い占めがあった時期ね。そのニーズに壺八がマッチしたんだぜ。タイミングが良かったってわけか。うまくニーズを掴んだ時にイトマン株式会社という大手商社会社と業務提携を結んだことで、壺八東京本社を作って、壺八を FC 化、そして全国展開を始めたんだぜ。いい企業と出会えてよかったわね。いや、それがそうではないんだ。イトマンは、壺八と業務提携した後に、壺八を乗っ取ろうと考えたのよ。まさかの敵だったのね。イトマンは、壺八に役員を次々送り込み、経営指導料という内容で、年間1億円の利益を取り続けた上で、1985年9月頃には、イトマンが株式の 70% を保有したんだ。株を半分以上保有させたらまずいじゃない。その通りだ。壺八の臨時取締役会で、イトマン出身の取締役が、社長解任動議を出して、1987年10月14日に、壺八社長、石井誠二さんが解任されたんだ。創業から14年かけて育ててきた店を、こんな風に追い出されてしまうなんてかわいそうよ。そうだな。しかしこのイトマン株式会社も1991年に大事件を起こすんだ。どんな事件だったの？当時、イトマンの社長だった川村義彦は、もともと住友銀行で常務をしていた人で、この人が社長になってから、不動産売買、絵画の購入などと称して、多額の資金を融資してもらい、その資金を横流ししたんだ。どこに横流ししたの？暴力団だ。ひぃ？現実にいるヤバい人は、私の対応外よ。壺八は、借金の受け皿となってしまい、事業どころではなくなってしまったんだ。創業社長が抜けてからめちゃくちゃね。その後どうなったの？イトマンが引き金となったから、もちろん、壺八の経営会社は交代して、現在は、株式会社ヤマヤが 53.8%、ジムニー株式会社が 34% の株式を取得して、運営しているぜ。やばい奴らは去ったのね。よかったわ。今でも全国に約300店舗展開しているし、安くて新鮮な海鮮料理を食べられるから、気になる人は行ってみてね。平和な居酒屋になってよかったわ。8個目はワタミだ。ワタミは1984年に創業して以降、2000年に東証一部上場、2001年には海外進出もしたんだ。すごい勢いね。しかし、2008年にある事件が起きてしまうんだ。事件?ここでワタミに起きた事件を2つ紹介していくぜ。一つ目は価格競争による負のスパイラルだ。居酒屋業界はどこも価格競争が起きるのね。ワタミでも2008年以降、居酒屋の客数が伸び悩んでいて、その状況を打開すべく、2009年に生ビールの100円値下げを実施したんだ。これは喜ばれるんじゃないかしら？一時は客足も増えたんだが、結果的に、他店も真似するようになり、負のスパイラルにはまっていくんだぜ。やはり居酒屋は、価格を安くして勝負しても、一時の成功が多いわね。二つ目はどんな理由かしら？二つ目は過労自殺問題だ。ニュースでも連日放送されていたわよね。2008年に自殺した、元ワタミ社員の親御さんが、損害賠償を求めて提訴したんだ。確か、この事件以降ブラック企業と呼ばれ始めたのよね。そうだな。そこからのイメージ回復には苦戦していたんだが、今では業務体制を改善し焼肉のワタミ寿司の輪など、新事業も展開しているぜ。焼肉と寿司、どっちも私の好物だわ。どちらも価格が安くて、美味しいらしいぞ。待って。また安くして大丈夫？その先は考えるな、霊夢。9個目は紫だ。御三家、最後の一角が登場ね。霊夢、チューハイって飲むか？たまに飲むけど、どうして？チューハイは、焼酎を炭酸で割ったものだが、紫では、そこにシロップを加えて、いろいろなバリエーションのチューハイを作ったんだ。シロップなんか入れて、美味しいのかしら？シロップを加えたことで、カクテルのような甘いチューハイになり、このチューハイがきっかけで人気が出たんだ。あら、確かに美味しそうね。そして開発したチューハイは、120種類以上となり、1980年代前半には、ビールに次ぐ定番商品になるまで、チューハイを普及させたんだぜ。チューハイの元祖のような存在ね。その後、1980年代後半から1990年代にかけて、業績を大きく伸ばし、900店舗に迫る勢いで成長したんだ。チューハイドリームを掴んだのね。変な造語を作るな、霊夢。でも成長に、経営体制が追いついていなかったことと、紫もリーマンショックの影響を大きく受け、経営が悪化したんだ。急成長しても、連携が取れないのが、FC 化の弱点でもあるかもね。そうだな。その後、消費者金融のレイク、冷凍食品の加藤吉、日本タバコ産業 JT など、様々な企業の参加になったんだが、
現在は G コミュニケーションの参加となり、店舗数も69店舗となっているぜ。いろいろたらい回しになっていたみたいだけど、やっと落ち着いたのね。運営する会社は変わったが、紫の良さは変わっていないから、応援し続けようぜ。10個目は甘太郎だ。甘太郎は焼肉しゃぶしゃぶが美味しい居酒屋だ。焼肉としゃぶしゃぶも好物だわ。霊夢は何でも好きだな。この甘太郎は、コロワイドが運営しているんだが、このコロワイドは、居酒屋や飲食チェーンを複数経営しているんだ。どれも一度は見たこともある、大手チェーンばかりね。これなら、これまでのような閉店はなさそうね。そうでもないんだ霊夢。確かに母体が大きい分、よっぽどのことがない限り、閉店はしないんだが、2020年頃に、店舗を大きく減らしているんだ。2020年と言ったら、あれしかないわね。そう、コロナウイルスの影響だ。コロナで多くの店が、臨時休業や、営業時間の短縮に追い込まれて、2020年3月期決算で、純損益が64億円の赤字となったんだぜ。64億の赤字、一般の私では考えられないわ。幅広く事業すればするほど、不測の事態に、大ダメージを負うよな。でも現在でも、11店舗は存在しているから、気になる人は近くに店舗があるか探してみてくれ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。